はい、こんにちは、えー、ズミクヒーーちはコラのかです、えー、今日はですねあのー、これちょっと突然なんですけど、えー、私が今飲んでいるサプリですね、えー、全部で9つ9粒あります。でこれまあ見てもらったら分かるんですけどまあこうあの結構な量になりますよね。一、えー、粒 一般的に日本でのカプセルって大体このぐらいかな、まあ、これでもちょっと大きい方かもしれないでまあ結構こんなのがあるのでまあ9粒となると結構な量ですよねはいでこれね、えー、私はあの一気に問題なく飲むことができます えー、このように問題なく飲めるんですけど、えー、これでねちょっと思い出したわけですよ。このこれをね結構な量だよなと思った時にふと思い出したのね何かっていうと。 えともう結構かなり前の話なんだけどえクランベリーの,あのタブレットをあの頼んだことがあっていつも決まったブランドのを気に入って飲むんだけどその時たまたまなんか違うのを買ったんだよねでそのねクランベリーのタブレットっていうのがタブレットっていうかもうこんな丸い球体だったの真っ赤でねでも大きさ本当にこれぐらい結構大きかったでもうまん丸で。 えと屋台でさよく売っっててるどんぐり飴ってあったでしょあのどんぐり飴がちょっと小さくなったみたいな大きさだったわけ。で私はそれを見た時にうわこんなの絶対飲めない喉に詰まるわって思ったんね。で実際にそれを一粒だけで飲もうとしても。 えー、2回試したんだけど2回ともこ,ここに引っかかってもうんかもう死ぬかと思ったわけで私はもうこれは飲めないなと思ってあのもうやめにしたんだけどでもさこの今さっき見せたあの9つの,あの集合体あれをさ一気に飲むのもさこの丸っこいのを1個飲むよりも全然何て言うのその量的に多いしその塊としても大きいわけじゃん。でも 私はなぜかこのバラバラにしてやるしてあったら飲めるわけよ。なんかその一個一個が飲めるサイズだからかもしれないけどこれも結構なんていうのこの思い込みのなせる技かなと思うわけ。えー、っとそれでねここで思ったのがあの意識がやっぱ全てだなとあの,あのまんまるの真っ赤な球体を見た時に私はもうこれは私は飲めない。 思ったわけよでもその飲めないって思うともう体がそのように反応したわけなのね、まあ、そうは言ってもあれをもう一回飲もうとは思わないんだけどね、うん、なんかその本当に、えー、今回さ、えー、と言霊遣いのみんなと一緒にディズニーリゾートに行ってきたんだけどもう何ていうのかな私たちは あのもう楽しいことしか起こらない言霊使いたちが集まったら楽しいことしか起きないよねっていうなんかもうみんな共通の多分設定があってだからその仲間たちが一緒にい何いいか,、ね、かもう本当にそういうことを改めて体験させてもらってあもう本当に幸せしかない2日間でした。 えー、もうなんかね本当に思うのが今この時代もう誰と一緒にいるのかっていうのがもう全てだなーってすごい思う。 自分をしっかり自分軸で生きている人たち自分軸でそう生きている人たち、えー、彼そ,のそういう人たちと一緒にいろんなことをどんどんしたいなと思うしまたあのそういうふうになりたいなって思っている人をサポートしていきたいなとすごく思いました、はいえー、気に入ったら是非、えー、サブスクライブしてくださいそれであのなんだろう えーと新しいね動画がねできた時にねお知らせが行くにはなんかベルマークがあるみたいなのでそれをあのあのクリックオンにしておいてくれると新しい動画が作られたとアップロードされた時にねあのお知らせが行くようになってます。はい、見ててくれてありがとうございますますラブチオたねー